今回の怪談解釈は、僕が学生時代に経験したお話なんですけれども、正直言うと、いまだに完全に解明はできていない話なんですよ。ただこの話をどう捉えるかっていうのは、聞き手の人によるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので、僕が感じたことっていう解釈をつけてお話ししますけれども、別に結論付けているわけではないので、この話最後まで聞いて皆さんの意見をぜひ聞かせてください。ついにできた彼女。大学生になった時にですね、僕は友人と一緒に、よく、つるんでね、大学授業サボった日とかもあるような感じで遊び行ったりとか、カラオケ行ったり、ボウリング行ったり、ビリヤード行ったりっていうね、結構遊んでいる大学生だったと思います。もちろんパリピみたいな感じではないんですけれども、粛々と遊んでいるような感じ。でも単位は一応ちゃんと取ってっていう、真面目と不真面目のちょうど中間ぐらいにいるような感じでしたね。そういう人多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ただ、そのグループの中でもですね、ちょっとした格差が出てくるわけですよ。その格差っていうのは何かっていうと、恋愛格差ですね。彼氏彼女っていうのができるやつは、すぐできるんですよ。彼女できたってなって、で、結構その彼女も可愛かったりとか、女の子でも彼氏できたって聞くと、結構かっこいい彼氏だったりとかって言って、かっこいい可愛い女の子たちの中でずっとぐるぐる恋愛のサイクルみたいなのが回っているところに入れれば、恋愛的な意味でも学生時代を謳歌できるし、そのサイクルに入れないでいると、なかなかそういったことには参加できず、ただ同性と遊んで楽しく過ごすっていう日々を過ごしていくようなね、大学生活だったわけなんですよ。で、僕はもうそこも中間でできたりできなかったりだみたいな感じでフラフラっとしてたんですけれども、そんな中で僕の仲間うちの男の子で、彼女はできないってやつがいたんですよ。めちゃめちゃ面白いし、見た目だって別に不潔なわけでもないしね、結構清潔感もある方だと思うんで、彼女なんかできてもおかしくないのになと思いつつ、でもなかなか、異性からは好意を持たれないっていうやつがいて、どうしたもんかななんていうふうな話をしていた矢先にですね、そいつが喫煙所でタバコ吸いながら、いや実は彼女ができたという報告をしてきたわけですよ。よかったなー、お前やっと彼女できたじゃないか、ずーっともう彼女欲しい彼女欲しいって言ってたもんな。お前好きだった子？いや、ちょっと違う子なんだけどさ。あ、そうなんだ、別のとこで出会ったのか。え、どこ好きになったの？顔？顔かよ、お前面食いじゃねえかよ。昔からも顔が可愛い子と付き合いたいって言ってたもんな。すっげえ可愛くてさ、俺なんか絶対無理だろうなと思ってたら、意外と飯とか行けて、付き合える感じになったんだよ。だ、ほんとラッキーだったわ。いや、よかったな、マジで。そんな話をしていたんですね。やっぱり恋愛未経験のうちっていうのは、どうしても見た目重視になったりとかするじゃないですか。なので、すごい顔が可愛い子と付き合いたいんだっていうふうに言ってて、俺らにね、あの子が好きなんだよねって逐一報告してくる子も、みんな可愛い子ばっかりだったんですよ。で、それもあって彼女できないんじゃないかみたいな話とかもしてたんですけど、とうとうそんなやつに彼女ができたと、これは喜ばしいことだっていうことで、ちょっと写真を見せてくれということで、iPhone で撮った写真でね、パッと見せてもらったんですよ、ツーショット写真。するとですね、普通なんですけど、特段可愛いかって言われると、そんなこともない気がしちゃったんですよ。可愛い可愛くないの基準って人によると思うので、別に俺ら基準でそうじゃないっていうだけかなっていう話なんですけど、ただ今までそいつが「あの子好き、あの子可愛い」って言ってたタイプの可愛いともちょっと違ったんですよ。なんだろうなっていう感じ、こういう子好きだったっけっていうね。でも彼女できたって喜んでるところに、じゃあ本当にこの子の顔が好きになったの？みたいなことを水差すの良くないじゃないですか。だから、お前もいい子そうじゃないか、よかったな、みたいな感じになって、肩ポンポンとか叩いて幸せになれよっていうふうな話をしていたわけですね。で、そいつも自慢げにタバコ吸いながら、みたいな感じで言ってて。で、それから、ずっとそいつはその彼女と付き合っていくわけなんですけれども、彼女さんがね、別の大学の子なんですよ。だから、学校内で会うことがないんですよ。特に僕が通ってた大学っていうのは狭い狭い大学だったんで、同じ学校に通ってる会えるはずなんですけど、なかなかそれも叶わず、実際会ったら
どんな子なんだろうっていうふうなこともちょっと気になってたわけですよ。まあ、ぶっちゃけさ、写真のイメージと実際会ったイメージって全然違う子っているじゃないですか。むしろ本当に可愛い子って実際に会った時の方が可愛いってなるし、多分かっこいい人もそうですよね。写真とか映像で見るより実物で会った方がかっこいいってなるじゃないですか。本当にかっこいい人たちって。だからまあ実際会ったら結構可愛いのかななんていうふうに思いつつ、でも会うことも叶わずしばらく、していたんですね。で、ある時、僕彼女いない。で、友達グループも何人か彼女いないってなった時に、その彼女できた、まあ、もう結構付き合って長いですけど、彼女できた友達が、よかったらさ、ちょっとみんなで遊び行かない？俺彼女が友達連れてくるって言うから、マジで？いいの？おー、行く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 。あ、じゃあプランとか俺ら決めるからさ、行こうよ。やったーですよね。女の子と男の子で、まあ数人で人数合わせて遊びに行く、もう夢じゃないですか。ロマンが詰まってますよね。しかも、こっちとしては、ずっと会いたかった自分の友達の彼女さんにも会えるわけですよ。やっと会えるって、なんかどんな子なんだろう、一回見てみたかったんだよねっていう内心ちょっと口には出せないドキドキみたいのもあって、でいざ予定組んで当日会いましたっていう風になって行って、初めてご対面ですよ。どんな彼女さんなんだろうと思ってパッて会ったら、あのね、なんかね、全部違うって感じだったんですよ。まず写真よりもちょっと雰囲気暗い、なんだったら、ちょっとまあ可愛くないよりなのかなっていう雰囲気だったし、でも顔なんかぶっちゃけどうだっていいじゃないですか。中身が気立てが良ければ、男の子も女の子もどっちもなんかパートナーってできるもんだと思うし、人としていい人だって思うと魅力的に感じたりするもんだから、正直見た目って別にそんな大事じゃないと思うんだけど、その中身もね、なんか嫌味な女なんですよ。なんかすごく、こんにちはみたいな、うちも彼氏から話聞いてます、あ、やっぱあれですね、話で聞いてた感じよりちょっとやっぱ実物のが、なんかちょっとみたいな感じですねって、初対面でわざわざ言ってきたりとか、まあ今オブラートに進めましたけど、もうちょっとひどいこと言われましたよ。で、結構一緒にいてもなんか性格ひん曲がってんなってことばっかり言われて、なんでこいつのこと好きになったんだみたいな感じの疑問がずっと抜けないままモヤ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 していたんですよ。で、まあそれはそれとして、その子の友達たちはいい子もいたんで、楽しく遊びました。まあその日のうちになんか付き合う付き合わないとかはないですけれども、そのまま解散しまして、男だけで、とぼとぼと駅まで行って、ちょっとマック寄ろうぜって言ってジュース飲みながら、お前さ、あの子のどこ好きになったの？顔って言ってたけど、なんかまあお前が好きなタイプの顔と違くねえかみたいなこととかをちょっと突っ込んで聞いちゃったんですけど、ああなんかたまに言われるんだけど、いやめっちゃ可愛いと思うんだよな、いやお前ら気づいてないだけだって、ほんとめちゃくちゃ可愛いよ。あ、じゃあ分かった、顔が可愛いの分かった、でも中身はどういうところが好きなの？なんか趣味が合うとか嫌いなものが合うとかそういうこと？いやなんか中身は、合わないっていうか、結構喧嘩っぽくなることのが多いんだけど、まあでもあんだけ可愛かったら許せちゃうよなって言ってたんです。完全に見た目なのかというふうになって、まあそれ以上は突っ込むことなく、なんか人の恋愛にあだこうだ言うのもなんだろうなっていうふうに思って、その当時はね、だからまあ OK っつって別れたわけですよ。でそれからしばらく経って、大学4年生になって、4年ってほとんど単位取り終わってるからあんま大学行かないんですよ。で、まあたまに行きます。でそうすると久しぶりに会って、おいっつって喋ったりとかしてて、で喫煙所でそいつの話を聞いてたら、別れたよ。え、あんな仲良かったのに？なんで別れたの？ここからはそいつのその言葉通り言いますね。いや、なんかふとさ、家であいつとさ、昔一緒に買ったキーホルダーをなくしちゃったんだよ。じゃそれなくしたからなのかよくわかんないけど、なんで俺こんなやつと付き合ってんだろうってなっちゃって、急になんかファッと我に返ったような感じで、でまあ彼女帰ってきて、まあ、彼女の家なんだけど、別れよっかって話して、まあ、泣きじゃくられたんだけど、その泣きじゃくってる姿もなんか何とも思わなくなっちゃってさ、別れちゃったんだよな。なんで俺あいつと付き合ってたんだろうって言ったんですね。なくしたキーホルダーっていうのは、付き合う前にその子から渡されて、まあ渋々持っていたものらしく、ただそこから彼女への目線というか見た目が全然変わっちゃったらしいんですよ。なのでそれきっかけで好きになったのかもしれないなんていうふうに思ったんですけれども、
果たしてそれが何かねちょっと黒魔術的なものだったのかどうかっていうのは分かりません。ただ、こういったものの効果でなんか印象操作で好きになってたりとかしたのかもしれないし、本当に何か呪い的なものにかかっていたのかもしれない。ただ僕がその時パッと見た感じでいくと、付き合っていたという女の子の生き量とかなんかべったりついてそうじゃないですか。なんか無理やり別れたって言ってるし全くついてなかったんですよ。なので実はもてあそばれてしまったのか、それとも、まあ、なんか良くない恋愛の仕方をした僕の悪い友達の話だったのか、これは結論が出てないんですけれども、皆さんはどう思いますでしょうか。僕の中では未だにちょっと不思議だなって思っている話です。